今日はお話し会なのでメイク中です。一部からか、よく眠れました。起きれるか心配だったけど起きれたよ。メイク中眉毛描きまーす。この枠何時まで？8時まで。8時までです。眉毛描きまーす。上にくいテロップ欲しい。星投げ。オッケー。今日ミルキーさん誕生日。そっか、9月か。今日は嬉しいお仕事なのです。お話し会の後楽しみ。おはようございます。今日はミルキーさんの誕生日。今日のお仕事、何のお仕事かまだ言えないんですけど、でもいつぐらいに言えるんだろう。目がシュボシュボしてる。テレビじゃないんです、撮影です。楽しみじゃ。みんな今日土曜日か。お休みの人も多いのかな。50カウント完了ありがとうございます。今日はお休み。今日
今日から4連休か。そうでしたね、そういえば。なんか本当に祝日とか関係ないお仕事の人ってめちゃめちゃ曜日感覚なくなりません？もう4年間全くなしなんですけど、曜日感覚。ですよね。バイトだから土日お仕事大変。私も土日にバイトしてたな。あ、部活やってたから。逆に平日はできなかったんだよね。部活終わってからとか言ってたっけな。そんなにバイトやってたわけじゃないから、ちょっとしたなんか自分でお金稼ぐっていうことがしてみたくてちょっとやってたって感じ。全然バイトやってたけど全然お仕事できない人だったな、一向に仕事できなかった。多分そういう居酒屋が向いてなかったなと思うけど。もうちょっと静かなところが良かったな。で今は思う。ただ向いてなかったんだなって。アイシャドウに入ります。アイシャドウはいつもこれ。最近はここ塗るだけにハマってるんだ。最近はアイシャドウ薄くなったんですよね。急に。その前までめっちゃ濃かったのに。眉マスカラ塗ってないやつ。お腹すいたね。まだ私も食べてないな。あんな時間に肉まん食べたからちょっとお腹いっぱい。今日は朝起きても全然お腹空いてなかった。根元がナチュラルに強くなった。そうなのかな。眠いね。カフェラテ買ってこようと思ったけど買ってくる時間なかった。最近このああすごいすごい元気いっぱいな。ありがとうございます。あ、いっぱいギフト。ハマーンさんいっぱいありがとうございます。野原しんのすけのすけさん、たかさんありがとうございます。この後カフェラテ、移動中にカフェラテ飲んでるかも。眉毛の存在感が
少し減ってね。眉毛色、なんか色抜くだけでちょっと垢抜けた感出るよね。全部アイシャドウはさっきのブラウンで、下も全部塗ります。今日の私服はちょっと、まあ最近カジュアル系多いんですけど、かっこいい系の服なので、ちょっとかっこよく決めていこうじゃないか。昨日お家帰ってきたら ZOZO タウンが届いていて、頼んでいた服が来ました。だからちょうどいいやと思って、着る服ないって悩んでたらちょうど着てたからよかったです。早速届いたばかりの新作来ました。ちょっとだから秋服っていうか長袖なんですよね。もうちょっとだけここにもねブラウンで塗ってます。秋楽しいよね。秋服楽しみだよ。ちょっとずつ買い始めてる秋服。去年おはーさ見てました。ありがとうございます。10月からね、ちょっと長くなるからおはーさ。オレンジ足そう。クリオのオレンジ足します。2周でカウント終わった。ありがとうございます。あと2分ぐらいでちょっとここに入れます。オレンジ広めに、目もでかく、目とここの間隔を狭めるために目を下に見せます。アイメイクするの怖くないですよ。めっちゃ目大きく、ここまでは目あるみたいでしょ。めっちゃギフト来てる。ありがとうございます。ありがとう。わわわ、ちょっと待ってね。どこから読んでないかな。わ、いっぱい来てる。ありがとうございます。ユッキー、ありがとう。みのりちゃん、山内さん、ふうくん、いっぱいありがとう。ひろきさんもありがとう。うどんパパうどんパパもありがとうございます。たくさんありがとう。さかのぼるのが大変なぐらいいっぱいありがとうございます。眠そうだね、声が。みんながもっと眠くなっちゃう、こんな声で喋ってたら。オカムーさん、ありがとうございます。早いね、メイクもここまで来た。アイシャドウがなんか少なくなったから、最近メイク時間が、まつげがギンギンに上げます。なんかまつげ上げるとやっぱ女の子らしくなるんだけど、なるから髪の毛切って、で髪、服装も女の子らしくないので、メイクというか、メイクはちょっと女の子らしくいきたいなっていう。あ、15分経過、12位まで、あ、ちょっと上がってる。12位まであと少し。今日はちょっと一桁行きたいね。ちょっとどんどん差が開いちゃいますね、このままだと。ないと。
明日は朝の配信かな。夜はお話し会だから。まつげ、原因原因でしょ。テロップ、星野家対面この期間は配信何時、次枠何時。あ、 OK です。ちょっとつ次からそれにしますね。配信何時、次の枠は何時からよってね。10周年のセットリ、あー、もうほぼ終わったかな。ほぼほぼ完成、あと調整って感じです。次世代の方も、あかりさんの方も決まってるんじゃないかな。次世代の方も、次世代の10周年は割と先輩方と考えたんですけど、先輩方と意見出しながら、若手は本当に若手コンサート出るメンバーだけで考えたので、なんか若い子たちの考えとかが入っててすごい楽しみですよ。もう絶対いいじゃんってなったもん。当たるといいな。本当ですね、みんな当たりますように。全員ね入れられないからね、あれなんですけど、まあでも配信でも絶対にあると思いたいから。でもね、実際に見てほしいよね。やっぱりグッズとかもね考えないと。どれくらいなんだろう。本当に初めてだからそれも分かんないんじゃないかな。ちょっとアイライン引こう。私の得意のアイライン、ちょっとでも左からなんで、いつもちょっと待ってください。跳ね上げ、ちょっとでピッてやるんですね。あ、ちょっと割と今日短めですね。はいはい、いいんじゃない？今日跳ね上げ綺麗にいきました。私はここを塗りつぶします。濃いめにね、重視、こっち側に、こっち側を重くするのです。これでもほんと人によってさ、顔の形とか目の位置とか全然違うから、なんかメイクのコツとかポイントとか自分のコンプレックスと同じ人の真似するのが一番いいですよね。垂れ目にしたい人もいるだろうし、私は釣り目が好きだから、タレもいいんだけど、タレ&釣りって感じそう、星めっちゃこれくらい、私
アイラインちょっとね長いんですよね。でもほらここまで目になったからいい感じ。そしたら私は粘膜が見やすいの、見えやすい人なので塗りつぶします。中もこんな感じ。いい感じ。参考にしてる人、あんまりなんか自分のに似てる顔の系統の人とかは、自分真逆の顔とかが好きだから、割とだからなんか見ないんですよね。髪の毛一部跳ねてる？嘘。だからなんか誰を参考にしたらいいか分かんない。結局やっぱ可愛いなって思う人のメイク真似したくなっちゃうから。ちょっと次の配信11時45分とかだったかな、とか予定だったので、予定なのでそこでまたお願いします。その時は握手会とかも、お話し会とかもやって、割と完成しきった私になっていると思います。最近眉毛細めですね。お願いします。次は23時45分にできるかな。ちょっとできるって言い切れないんですよね、そこがどうしても。はい、シェーディング、自分のメイクしながら干しなきゃめっちゃ難しい。あ、いっぱいギフト、タカさんありがとう、カホちゃん、大吉さんいっぱいありがとうございます、カズズさん、のりパパ、タオヤン、ありがとう、ありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。11、わ、なった、嬉しい。あと2あげたら一桁です。頑張ろう。3週カウント終わった、ありがとうございます。カウントもぜひお願いします。11になった、最終終了ありがとうございます。投げるのなくてコメントばかり読みました。いいです、全然ありがとうございます。コメントありがとうございます、ありがたい。星投げた、ありがとうございます。割といつもの私になったんじゃないかしら。でもちょっと前髪がねくねくねだから
レンジしか勝たんよな。確かにオレンジよな。最近ずっとオレンジだもん。ありがとう。声落ち着く。寝ちゃうでしょ。そうですよね。私の声が眠そうすぎるね。朝こんな声。オレンジ似合わない。嘘、似合いそうだけど。何似合いそう。全然。行く風呂いいよね。この上にね、このこれ塗るのが私は好き。うい、割と早めにメイクが終わったぞ。あと3分。ゆきんこさん、ありがとうございます。ゴンベイさん、ありがとうございます。ランキング発表しよう。じゃちょっとマシになった顔。よいしょ。でランキング発表します。まだ完成してないけど。じゃあランキング発表します。13位、かなぴ、ありがとう。12位べーさん、11位ゆうゆうさん、10位まなみちゃん、9位みくりん、8位野原しんのすけのすけさん、7位山内さん、6位たいきつさん、5位ゆっきーさん、4位みのりさん、3位ぷーやさん、にたかさん、いちひろきさん、ありがとう。あと2分くらい。髪色ちょっと抜けてきたんじゃない。やったー。いっぱいシャンプーしてるんです3回4回とか。めっちゃ昨日も3回以上洗ったから。ありがとうございます。あ、星、ありがとう。いっぱいありがとう。握手会一部よろしくお願いします。朝の配信増えそうですね。こんな感じ。お仕事頑張ります。あと10分で家出なきゃいけないのに大丈夫、ごめんね、ありがとう。あ、ちょっとずつお腹空いてきた気がする。じゃあまた握手会の合間にやりますので、よろしくお願いします。ありがとう。